セボノス製作所。医者の話をひいこらへいこら聞いてないで、なんか言い返してやればよかったのよ。何が原因不明よ。このままだと持って2ヶ月だなんて。なんでパパとママが突然そんな目に遭わないといけないのよ。空耳コーンは最近多いな。やっぱ疲れてるのかな。弟弟子の分際でママみたいなお説教するのはやめてよね。私が一番ムカついてるのは医者の話よりもあんたの不甲斐なさよ。パパの内弟子であるあんたの恥は姉弟子である私の恥。図体ばかりじゃなくもっとちゃんとしてよね。入院の手続きもあるし、さっさと帰るわよ。それとパパたちがいない間、神社の仕事は私が手伝ってあげるから感謝しな。怪しい気配みたいなのを感じて、痴漢かストーカーかって思わず体が。
誰弟子になんてこと言うのよ。そりゃ最近空耳多いし、病院でも変なものが見えちゃったんだけど。違うの、かわいそうなものを見るような目はやめて。喋る毛玉じゃない、目いっぱい譲歩して不気味なものね。え、もしかして毛玉が喋ってるのあんたにも聞こえてるの？じゃあこれ本物？よかった、私ダメじゃないんだ。じゃなくて毛玉に言葉が通じるのおかしいわよね。残念ね、誠はただの弟子で、宮司をやってるのは私のパパ。それは無理。君物体の分際で苦しい時に神頼みでもさせようっての？はあ、毛玉相手に何よ。本当だ、毛玉が怪我してる。じゃあ話って手当てする口実？5人は怪現象相手にも超優しいんだから。ふん、あんたがそこまで言うなら手当ての間だけ付き合ってあげる。毛玉が突然喋るから人生のお先真っ暗かと思ったわ。そうだったわね。今パパがいない理由っていうのは、パパとママだけじゃないわ。町の人たちはもう何十人も同じ病気で入院してるの。2週間ほど前から町の人が次々倒れ出した。原因も感染経路も治療法も不明。みんないつ自分が眠ったまま起きなくなるのかって怯えて。マジトーンで、神様名乗るやつが祈っても無駄って言い出すんじゃ世も末ね。
者もサジを投げてるのに毛玉には原因がわかるの？妖怪が病気をまき散らしてるって言いたいの？そりゃ喋る毛玉がいるんだから妖怪がいたっておかしくないけど、この毛玉アホ顔してるって言ったわ。日本語を喋りなさいよ。パパは宮司だけど、私は古臭い神社なんて興味ないし、まあ変な修行はやらされてるけど。手当ては終わったけど、いいわよ、話の続き聞かせてよ。修行の時に言ってたわ。それよ知ってたから。お説教はやめて。要するにこの町で妖怪が暴れてるって言いたいの？今日の昼間、パパたちの病室の3階の窓の外からネズミと人間が混じったようなやつが覗き込んでた。疲れて見た幻だと思ってたけど、よくわかんないけど、そいつが悪い妖怪で倒せばみんな目を覚ますのね。お礼を言うわよ毛玉、今から私が。それはそうだけど、どうしたらいいのよ。やらしい目つき。対なんとかって人を呼んできたら妖怪をぶちのめしてもらえるってこと？そうなの？先に言ってよ。だったらこんなところで脳書きなんか垂れてなくてさっさと呼んできて。どこ？え？私？え？そのマジで？いやまあ私は何でもできるかっこいいレディーだから、そんなことあるかもだけど。やだ。便利な力をタダでくれるなんて都合良すぎでしょ。条件は何？魂と引き換えとか言い出したら泣くまで殴るわ。
突然真顔でものすごい告白するのやめてほしいんだけど、もしかしてマジなの？私にそんな力が。カビ臭いおまじないだと思ってたけど、陰陽術と大麻の力があれば妖怪を倒してパパたちや眠っている人を助けられるのね。やるに決まってるでしょ。どうすれば身につくの？教えなさい。前置き長い。病院が危ないかもしれないんでしょ。手っ取り早く説明して。不良品の力はクーリングオフよ。ちょっと待って。そんなに急いで出ていかなくても。何か用事でもあるの？それって眠り病がもっと拡大するってこと？じゃあ早くぶちのめさないと。私以外で戦ってくれそうな人の心当たりあるんだよね。私がやらなきゃパパとママを助けられない。でもそのために男とエッチしなくちゃなんて不幸すぎない？初めては絶対マコにいいって決めてるのに。誠に危険な真似させるつもり？じゃあ危ないことはさせないの？でもそれならどうして誠を？それってマコ兄が他の女とエッチするって意味じゃない？ダメダメ、そんなのダメ！
それはそうだけど。毛玉にしては見る目あるじゃない。そうよね、意志の強そうな瞳とか、寡黙に引き締まった唇とか、スラッとした鼻とか。見られなくもないかもしれないこともないけど、せいぜい普通でしょ。だいたいイケメンが関係あるの？わかる、わかるけど、絶対に断じて天地がひっくり返ったってノーよ。そうよ、マコ兄だっていきなり知らない女とエッチしろなんて言われたらショックだよね。こんな誘いにうなずくわけが。妖怪をぶちのめして眠り病を解決してみせる。あんたとエッチするんでしょ。でも今は一刻を争う時だし、それに。よその女があんたみたいな僕年人に無理やりエッチされちゃうのもかわいそうだし、完璧よ。妖怪を倒してみんな助けられるし、マコ兄とエッチするのも私だし、これが一石二鳥一挙両得ってやつよね。本当はちゃんと恋人同士になってからムードのあるところで最高の初体験ないわ。それにエッチすれば僕年人のマコ兄だって私を意識してくれるかもしれないし。勘違いしないでよ、方法がこれしかないからやるだけだし。そこは深読みしてよ。女がバージン投げ打つって言ってるのに。割り箸をペキッとへし折るくらいに簡単だし、あんたこそ
しっかりエッチしないとただじゃ置かないわよ。脱ぎなさいよ。童貞のくせに着たままエッチしようとかマニアックなこと考えてるんじゃないわよね。よろしいもよろしくないも町の人たちを助けるのに必要でしょ。早くしてよ。私だけ脱いでるのバカみたいじゃない。